初代アバーガベニー伯爵ジョージ・ネビルは、イギリスの貴族。1744年から1784年まで、アバーガベニー男爵の称号を使用し、1784年に、アバーガベニー伯爵に助された。第16代アバーガベニー男爵ウィリアム・ネビルと一人目の、妻キャサリン・タットンの長男として1727年6月24日に、生まれ、7月14日に、ウェストミンスターの、 聖マーガレット教会で洗礼を受けた。洗礼の時の名親は国王ジョージ2世だった。1744年9月21日に父が死去するとアバーガベニー男爵の爵位を継承した。翌1745年2月14日にはオックスフォード大学クライストチャーチに入学した。1757年7月にサセックス党官に任命されたが、 1761年7月に辞任した。1784年3月17日、アバーガベニー伯爵とバーリングのネビル死爵に除された。1785年9月9日に死去、長男ヘンリーが爵位を継承した。アバーガベニー男爵夫人、ヘンリエッタ・ペラムの肖像が、ウィリアム・ホア・作。1753年2月5日、ヘンリエッタ・ペラムと結婚。 二難一常を設けた。ホレス・ウォルポールの1765年2月12日の手紙によると、アバーガベニー男爵が不定を働いたため夫婦が別居を検討していたという。ありがとうございます。